鹿児島県生まれ名古屋育ち中村鈴香です。東京都生まれ山本大輝です。COP は世界中からアクティビストや専門家や政治家が集まっていて、気候危機の解決に向けて対策をどうするかということを話し合う場ですが、実際にその会議の中で各国の削減目標とかが発表されている中で、でも実はその会場の外側ではたくさんのアクティビストが集まっていて、それぞれがそれぞれのバックグラウンドをもとにメッセージを発信していて、でも意外とそういったところってあんまり注目をされていなくて、もうそこにフォーカスしたい、そこを映し出したいっていうのがすごくあります。先進国の人間として排出責任があるけれども、一方で他の国のアクティビストはもっともっと自分の生活に身に迫る危険というのがあったりとか、それ以上に今僕がまだ知り得ないたくさんの当事者性というのがあると思っていて、そこを映し出していきたいというふうに思っています。2022年の6月初めて私はストックホルム海外に渡航しました。そこで環境会議に出席した時、途上国の人々がその先進国の大人たちに向かって、あなたたちは今まで何をしてきてくれたの、私が国に帰った時自分の命が危ないんだっていうことを彼女たちの口から聞いた時に、自分がいかに責任を感じているのかっていうのに重圧を感じてしまって涙してしまったんですね。今日本では若者が気候変動対策を求める重要な役割だって言われてますけど、私たちがいかに加害性を持っているかっていうところを考えたりするきっかけがCOPなんじゃないかな。いろんな多様な人たちが集まる場所だからこそ、その現場を皆さんに伝えなければいけないなっていう思いで、このCOP そしてプロジェクトに関わろうと決意したところです。